雨来た、雨の来た、うん、来た。おはようございます。さあみ、今日時間言えてなかったんや、うん、ごめんなさいね。あみやもう映らんわ。じゃ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 映っちゃうから。え、あみ今自分の通知来んけど、自分の通知来る？来るか、フォローしちゃったら来る。遅っ。あみ、あみが一番最初に来たで。あみは、あみは、おはようございます。おはよう、ここにいるよ。あみはいるよ。おはようございます。おはようございます。今日は、うん、あのね、そうなんです、一緒にいますね。一緒にいます。久しぶりの。そうだね。なんか、え、夏休みって泊まったっけ。夏休み泊まった。泊まったか、うん、が最後やったんかな。な、めっちゃ、そうそう、めっちゃ前で、それが最後で、やっとね、ちょっと会う日があったので、お泊まりか、毎日のように会ってたから、そうそう、泊まらなくてもどうせね、会うからさ。これもう1年前とかに買ったやつやんな。もうすごっ。なんか初めてのお泊まりの時にな、うんうん、冬の時に揃いで買って、懐かしいな。もう1年経つんだね。でもまだか、3月、え、もっとあるか、いや、もっと前2月ぐらい、2月より前。あ、そっか、だって2月の合宿でこれは来てて。そうやな。え、お披露目前、それはないな、うん、1月あ、冬休みちゃう、それこそ。あ、冬休み、ね、1月何日か。あ、じゃあもう1年経ってるんや。ね、うん、怖いな。すごいね。そう、この時はあやみんちに泊まってて、うん、そう、初めてがあやみちゃんちで、うん、次があみんちで、あみんちで、またあやみちゃんち、あみんち、いや、あみん、あやみんちじゃない、あやみんちも、あ、うん、あやみちゃん、あやみちゃん、あみ、あみじゃない、そうやな、そう、多分、多分そうですね。そう、でもどっちもで2回ずつは止まってるなの覚えてるけど、順番は忘れちゃったな。おはよう。乗り換え、そう、お泊まり返したの。二人で合宿してるのって、そういうことですね。またあれだね、うん、昨日何時に寝たやろ。でもそんな遅くなかったよな、うん、そんな遅くない、普通に、うん、普通に何時やろな、あれ、いつも通りの時間って感じかな。そうですね、うん、そんな遅すぎひんかったし、うん、早すぎるわけでもね。布団入った瞬間すぐ寝たので、え、一緒、なんかもう眠かったかった以外。え、なんかでもアミはなんか夜中まで意外に起きれるんやけど、起きすぎたら寝られへんくなるんよ、余計に。あ、だからダメですね。でも、え、なんかさ、あみいつもさ、お泊まり会の時とかさ、めっちゃ寝て、隣で寝てても、うん、なんかずっと目開いてるんやんか。でも、今日はめっちゃすぐ寝た。な、え、なんかお泊まり会の時には早く寝るくせに、うん、なんか学校の修学旅行とかの時とかに、うん、みんな周りも寝てる時に限って一人で起きてる、うん、あみもいつも絶対起きてる。めっちゃ暇やなと思いながら。え、わかる。でさ、スマホとか触られへんやん。え、うん、そう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 、修学旅行とかね。だからね、ちょっともう、ちょっと、はい、しゃべり相手がおらんから見に見ちゃった。修学旅行の時、うん、みんなの寝顔見てもらってたよ、部屋の子の。今真面目やから次の日の用意してたわ、必要だとか。あ、一人ちゃうわ、友達も起きてたんよ、二人やったんよ、うん、みんな寝てて、みんなの寝顔見て回ってた。わかります、うん、でも夜は寝られへんけどさ、朝は寝れるみたいな。え、わかる。なるんよ、そういう時に限って。朝ほんまになんでこんな寝れるんかなって感じ。それはそう、マジで。ほんまに朝強い人になりたいなって思う、うん、え、じゃあな、小学生の頃は強かったんけどな、うん、中学校入学してから朝がね、うん、え、わかる、強くなくなった。
なんか自然に6時とかに起きてたんよ小学校の頃は。けど、うんうん、最近はね気づいたらもう7時やんみたいな。でも小学校の時とかさ、うん、寝る時はめっちゃ寝てたわ。寝るの早いからな、余計かも。あー確かに寝るの早いでやっぱ起きるのも早い。遅刻しかけたもんそれで学校今はさなんか中学校と小学校めっちゃ近いけどさ、うん、小学校地味に遠かったからさ、うん、めっちゃびっくりした。なんか小学校の方が近いのとあれあるなんかなあ、近いちゃう遠 い, 遠いかな。なんかわざわざっていうか小学校ってわざわざさ裏道っていうかめっちゃ遠回り回らされるよな。でも道自由えめっちゃ、うん、あの決まってんねんけどルートが、うん、めっちゃ遠回りなんよそれが。なんでその近いとこ通ればいいのにさわざわざなそんな遠いとこを通らせないで。多分通学路あるある、ね、うん。アミが映らないよ。あっちゃんちゃんです。普通の安全ため確かにね。こっちの網めっちゃ映るのにね。どう映し方の問題。あちゃんカメラがこっちにあるからちゃん。あそういうことか。こっち側にあるから、うん、確かにカメラがだしね。おはようございます。安全第一やから、ね、明日さ14日やろう、うん、明日かりんさんのソロコンやんな。ソロコンやんな、うん、ソロコンサートやばくない？なんかめっちゃ楽しみな。見たい見たい。あとユキナの生誕ですね。そうおめでとう。おめでとうプキちゃん。12月16日でね、うん、やっと生誕祭やったけど、うん、よかった。でも出たかったな生誕祭。確かにな。14はアミやんの、うん、秋、うん、そう衣装店、そう衣装店も最終日だからちょっと、うん、ほんまや。そうでも時間がちょっと短いんですよね確かいつも通り。時間っていうか予定カツカツやん。やばいやなみんな忙しい忙しいな。だってさプキちゃんのさ生誕祭もさ、ごめんなさいあくびプキちゃんの生誕祭もかりんさんのソロコンもさ、うん、行きたい人当たってる方とかいたからさ、やばいね、もうどっちいればいい、いればいいか分からない。どっち入るんやろそういう時むずいよな。でも時間あやみなら配信のない方を選ぶ。あー確かにな。そう、まあ、生で見たいけど、うん、あのプキちゃんの生誕祭もでも確かに結局配信残るやんか、うん、だからそれはまだあれやから配信の残らん方で見たいなって感じ、うん、でも行かんかったら一生見られへんわけやん、うん。配信とかないんかな。多分ねないと思う。見たいな。昨日何したそんなの。昨日はそうでもあやみがあの卒業公演を見に行ってて、うん、そうなんですね。そう、そっからあの会おうってなったから、そうそうそう、そっから行ったからあんま何もできてないけど何した一緒にお風呂帰ってきて、うん、アイス食べて、風呂入って、お風呂に入ってちょっと話してダラダラして、ダラダラして、あ寝たな特に何もやってない。なんかあるあるですよこれは。でも今日いっぱいやるからね、いろいろ遊んだりするから、うん、お家でゆっくりしたりとか、はい、いろいろします。あみじゃない、そうあみちゃんの家じゃないね。そうあみのお家なんですよ今日はね。あみちいろいろ行きしてますね、うん、おはよう。あ、日高浩二さん、レインボースターいっぱいありがとう。アミはね、うん、もう一人でアミんちに行けるようになったよ。言えましたか。多分アミも行けんで。行ける行ける行ける。もう今はもうマップっていうね。あ、確かにな、あれが電車さえ分かればさ、うん、そうそう趣味行けるよな、どうにかなる、うん、それか可愛いヒョウ柄でしょ、ね、NNB のヒョウ柄にしたっけ。去年めっちゃ可愛い写真見つけたんですよね。なんかポテチ食べさせてるやつ、うん、あ, あれが初めて泊まった時に一番好きな写真なんですよ、うん、一緒。え、あげたかな。あげたか、あげ、あみでも持ってる持ってる、あみも持ってるんよ。
置いてない多分。まあ今度あげます。また仕事停止から頑張ってくださいお仕事。そっか土曜日やからまだなんか俺だったら武器のセットされて友達に俺の写真持ってかりんさんのライブ行ってもらう。もう写真だけ参加見に行きたかったですよっていう、うん、いいね、もうほんまに悩むなそれやったら。なあれはかりんさんのさ、うん、のライブがさ、うん、何時からによる。多分どっちも夜なんやな。夜、うん、うわ、じゃあみゆきなんの生誕もう入りたいけど、うん、昼公演で、うん、めっちゃお祝いする。ああそうやな、そうやな、そうやな、うん、勝手におめでとうカードとか作って、うん、ああ夜行けないので一人一人で開けとく、うん、夜行けないので昼お祝いしますみたいな。そうなんで、そうかさ、うん、3月の方のさ、うん、2回目のソロコンってさどんな感じなんやろな。もう全く瀬取りが一緒ではないやろうけど、そっちもあるのかな。迷うね。キュウキとかりんさん推しの方は迷うねこれ。またその3月も被ってたらどうする。やばそれはそれで埋めすぎ。逆に逆にね。ごまめとまぎわおす。あ、そう、ママが私劇場イベントと話を選ぶてたことあるわって。ハミ絶対話し会選ぶかも。うん、ママもイベントイベント。ハミちゃんイベント選ぶ。あ、劇場イベント。うん、劇場イベントと話し会の方。お話し会の方のイベント。うわ、でも悩むな、これ見てるから。それならお話し会の時間を考えるかも。確かに。あー、確かに劇場イベント。お話し会ったらさ、何個か部あるやん。え、でもどうする、それがさ、うん、例えばさ、もうたまたまあのイベント中に被ってたら、うん、DMM とかないんかな。あー、でも正直公演かな、やっぱり。お話し会は違う日もあるし、うん、確かにな。ブーとかもね、いろいろあるから、うん。ゆきのでなんでプキって呼ばれてる。誰やったっけあれ、はじめこよちゃん。そう、なんかこよたんのふーちゃんとかを、うん、ふーちゃんらいちゃん飼ってるやん、うんうん、それをなんかぷーちゃんぷーちゃんってなんか、そう、それがなんか、なんて言うん、濁音。うん、濁音、何やったっけ。濁音じゃない、濁音はブーになる多分。だ、なんか濁音、丸をつけて、そう、なんかな、こよたんは点々とか丸とかをつけるのは好きなんです。擬音語、うん、なんて分からへんけど、まああるんですね、うん、好きなんですよ。んでそれでプキプキって呼びました。プキの謎にの古川、そう、あ、ゆき、古川ゆきのを略してプキ、プキで古川ゆきのを略したその風に丸をつけてプキ、そうそう、プキになったな。ややこしいね、うん、あ、半濁音やって。半濁音、丸の名前は知らんわ。こいちゃん面白いね。こいちゃんね、謎、うん、映画とか見る？飛んで、映画は結構見るし、飛んで埼玉のさ新しいやつ見たかったやけどさ、なかなか時間が合わへんくてさ。飛んで埼玉？ちひさんが出てるやつ。アミはね、ウィッシュが見たいんですよね。ウィッシュ、だっけそれ、ディズニーのなんか。あー、そう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 、それもアミも時間が合わなくて見れてないですけど、まだやってるんかな、わかる。まだやってると思う。やってる？うん、今度見に行きます。じゃあサイターポーズサイターポーズ、これ結構好きサイターポーズ結構伝わる、友達のみんなにも。それでサイターおもろいよね。1が1をもともと好きやって、うん、それで2出るってなった時にそれ知って嬉しいし、しかもそれにチッヒーさんが出てるから余計見に行きたいよねって。え、いつまで？え、わかんない、あれいつまでなんやろ。意外とやってるよね英語って、うん、だからなんか2回目来たりする時あるくない？あるあるある。ワンピースフィルムアンコール上映してたよびっくりした、めっちゃ嬉しかった、
162日雨やって出てるわ。あ、出てる。えみちゃん、え、雨な、うん、1回続けた時があったんですけど、なんかね、1日14分の日があって、うん、切れました。そこで14日間ぐらい。あー、悲しい。めっちゃ悲しいよな。でも劇場近くの映画館、あの、この前、あ、見たち多分年齢的に行かれへんと思う。何？劇場めっちゃ近くに映画館あるやんか、劇場の。うん、あそこでも公演終わり行かれへんよな。あ、確かに公演終わりとか言ったら多分行かれへん。あ、でも普通に公演終わり自体がな、え、そう、あんま外歩いたあかん時間になってる、うん、そう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 反省会とかもろもろあるから。そうなんですよ。でもあれやな、普通にプライベートの時やったら全然行けそう。うん、またこれもね、行きましょう。あれ、そろそろ、はい、終わろうかな。じゃあ今日の1位は日高浩二さんということで、何書きますか。はい、壇上を呼びますね、そろそろ一旦。イエー、どうした行きます。長い。まあ、13位ミルザムさん、ありがとうございます。12位タツニーヤさん、ありがとうございます。11位タカラノさん、ありがとうございます。10位デブルノイドさん、ありがとうございます。9位タカマサさん、ありがとうございます。8位おでんよさん、ありがとうございます。7位ゆせきさん、ありがとうございます。6位ふろしきさん、ありがとうございます。5位須藤さん、ありがとうございます。4位よむくん、ありがとうございます。3位びっくりマーク、ありがとうございます。ハートね、びっくりマークさん、ありがとうございます。2位ピーマルさん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。でギフトを読ませていただきますわね。どこ、これか、だるまさんとホットココアかな、チョコかな、マシュマロの入ってるやつと、あ、あ、これ金だるまさんだ。金だるまさんとだるまさん、だ、金だるまさんちょっとでかいね。バラハート、金だるまさん、うん、白ペンライト、チャチャカチャン、あ、レインボースターもありがとうございます。とにかく映画結構得意です。あ、ありがとうございます。今日もいっぱいありがとうございました。はい、なんかあのヒーターが直接顔に当たってた。なんかさ、この前アミヤヤ描いたよな。可愛いだった。ありがとう。可愛い。え、あのマジでハーフツイン極めました。これ絵描くのツインテールに下の1本2本か2本描いたらハーフツインになるんですよ。オッケーです。じゃあね、アミも誕生日見ます。うちの共通テストいつやったっけな。でも2月あたりやった気がするよ。わかんない。誕生日も、うん、okay。 13位サンキュー PM さん、ありがとうございます。伝わってね、うん、12位マボさん、ありがとうございます。11位マユさん、ありがとうございます。10位オーナフイトさん、ありがとうございます。9位ゴルさん、ありがとうございます。8位コディさん、ありがとうございます。7位リョウジさん、ありがとうございます。6位ベリマヨさん、ありがとうございます。5位継続は力のいさん、ありがとうございます。4位マキマキちゃん、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位オウミさん、ありがとうございます。1位はドゥク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 ジャ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 ン、日高浩二さんでした。ありがとうございました。じゃあちょっとアミもギフト読んどくわ。今あやみちゃんがお出来をしてるの、ごめんなさい。初めの方消えてるかも。マキマキちゃん、コジーさん、オウミさん、日高浩二さん、マフミさん、アユミさん、日高浩二さん、マボさん、オウミさん、ナチュラルさん、マボさん、ナチュラルさん、オウミさん、ベリーマヨさん、オーナフイトさん、ナチュラルさん、オムーチョさん、タカヒデさん、オウミさん、エサイシーさん、チューヨーさん、マユさん、ヤユーヨーヨー、ヤユー、ヤヤ、ん？ユーヤユー、ゆやゆよんさん、うん、ゴルさん、まゆさん、日高浩二さん、食べ過ぎた今度は、ようじさん、しんのすけさん、継続は力なりさん、まきまきちゃん、サンキュー PM さん、おうみさん、トラッピーさん、ゴルさん、コスモライトさん、カニさん、おうみさん、ゴルさん、てっちゃん、
キャンちゃん、FFF さん、まふみさん、サオさん、あ、サオちゃん目がちょっと違うようになっちゃったけど、髪型だけではミヤヤです。全然タイプ違う。あれやな、ええやな、うん、すごい。髪型だけはミヤヤなのでミヤヤです。はい、ということで終わりたいと思います。え、スクショタイムしよう。いいよ、映るかな、映った、はい、やほう、へぇー、ハロー、え、どういう、これ、え、いいよ、なんでもいいよ。ごめん、こういうセンスないねんな。パシャ、パシャ、パシャ、あ、じゃあ、アミヤヤポーズでもしていきましょう。な、逆、こっち、こっち、あ、見えへん、アミヤパーズしとく、はい、はい、チーズ、ありがとう。じゃあこっちもお願いします。ハート作っとこう。はい、そうです。はい、チーズ、ありがとうございます。あと何やっとく。こっちでもう一応ミヤヤポーズやっとこう。そうですね。はい、チーズ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。また明日も来てね。ありがとうございました。明日も、明日は何時かな、7時、8時半ぐらい、分からない、寝る、あ、でも待って、雨は分からないですね、7時ぐらいちゃう、あ、そっか、昼夜なんか分からない。でも明日は8時半ぐらいかな。でもまたツイートします、ポストします。ありがとうございました。せーの、バイバーイ、日高浩二さん。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、また明日ね、バイバイ、バイバイ。あ、終わった。